カチャンネルのしおです。今回の動画なんですけど、この間 WiMAX のホームルータートライ WiMAX をしました。あれはすごい良かったんですけど、今回またちょっと違うやつを手に入れました。それがこちら、ポケット Wi-Fi です。会社は無限 Wi-Fi というところです。いろんなところがあるんですけど、ネットで見てたらですね、こちらの無限 Wi-Fi の評価が良かったので、こちらにしてみました。エルカチャンネル。今回手に入れたのがこちらですね。 U2S 型のグローバルポータブル Wi-Fi。 箱もこのくらいですごいシンプルだなと思いました。それでは早速中を見てみたいと思います。簡単な説明書かな。それともういきなり本体が入ってます。それと充電に使う USB ケーブル、タイプ B かな、これは。そしてちょうど今手で隠してますけど、ここにですね、こちらのパスワードかな、 SSID とかが書いてありますね。はい、大きさこんなもんですね。ちょっとしたスマホと変わらないかな。そしてここにですね、ちょっと見えづらいと思うんですけど、 Wi-Fi のマーク、アンテナ、バッテリーのマークがあります。そしてその下に4つあるんですけど、詳しく見るために電源を入れましょう。電源、ここのサイドにあります。あ、バッテリーマークがつきましたね。はい、ランプが全部つきました。1回電源ボタンを押すと残りのバッテリーをここで4段階で表すみたいです。まだ今満タンになってますね。で、こちらのですね、中に SIM カードを入れるんですけど、もうセットされてました。一応中を見せたいと思います。こんな感じになってます。それではつなげていきたいと思います。エルカチャンネル。はい、いつも使ってるファーウェイの P20 ライト、こっちにつなげていきましょう。今家のソフトバンク光につながってるんですけど、あ、出てますね。エアー Wi-Fi ふんたらかんたらですね。こちらにこのパスワードを入れていきたいと思います。はい、接続しました。お、今パスワードを入れたんですけど、インターネットの接続なしっていう状態になりまして、なんでだろうと思ったら、ちゃんと説明書に書いてありました。先ほどのこの本体開けたじゃないですか。そこに QR コードが書いてあるんですけど、それを読み取るか、今このつなげた状態でウェブブラウザーにつないでください、だそうです。こっちにいろいろ書いてありました。こっちから読み取ります。なんかつながったのかな。はい、無事つながりました。この間のホームルーターですかね、あっちの方がほんと簡単でした。コンセントを挿すだけでよかったし、まあパスワードとかは入れなくちゃいけなかったんですけどね、こっちこんな感じじゃなかったから、まあ今回のは本当にちょっと怖いですね。エルカチャンネル。さあ、 Wi-Fi のマークが無事点滅から点灯に変わりました。これでつながってるっていうのが分かります。それではですね、恒例になりました速さを調べてみたいと思います。
ただいま朝の9時ぐらいですかね。それでは速度を調べていきます。こんな結果になりました。下りが27、上りが17ですね。結構早い方じゃないでしょうか。上がですね、今測ったこの無限 Wi-Fi の速度ですね。そしてその下ですねがYMAX ですね。ホームルーターの最後の日かな、確かこれは。に測った速度です。ただですね、このホームルーターのやつもですね、この下りの43っていうのは、この時だけだったんですよ。あとはですね、言うほど出てなくて、夕方とかはやっぱり、10ちょっととかだったので、それを考えればこの無限 Wi-Fi の速度は速いんじゃないかなと思います。ベルカチャンネル。さあ、なかなかいいものを手に入れましたよ。ただですね、こちらを契約したはいいんだけど、思ったような速度が出ないとか電波つながらないよっていう人がですね、ゼロじゃないと思うんですよ。なので無限 Wi-Fi はこちら全額返金キャンペーンというのをやってます。ベルカチャンネル。さあ、気づいたら夕方になってしまいました。他のことをやってたんで、もうこんな時間、もう4時ぐらいなんですけど、ずっとですね、午前中の撮影した後、こちらをですね、ずっと使って YouTube をずっと見てました。全然止まることなくですね、動いてまして、バッテリーもですね、1個減ったぐらいですね。ただですね、さすがにこの時間まで垂れ流し状態にしていたので、容量がこのくらい、2.59GB 使ってしまいましたね。普段がですね、大体こんな感じでずっと俺垂れ流し状態でやってるんですけど、数字にしてみるとちょっとびっくりでした。それでですね、今からずっと家に今いたんですけど、他のところに行こうかと思います。で、その流れでドライブしながら YouTube 流して、こう止まったりとかじゃないけど普通に再生できるのかとか、まあ時間帯も夕方になってきたので、速度とかもですね、見れたらなと思います。それでは出発。ベルカチャンネル。ずっと動画流してたんですけど、特に止まることもなく快適に再生されてます。この間アップしました忘年会のやつですね。はい、これも普通に再生してます。どうですかね、あんま気にしなくていいのかなとは思うんですけど、 LTE なので電波をですね、ドコモ、ソフトバンク、 au の3つをですね、その場所その場所で受信するみたいで、途切れないようにはなってるみたいです。それと無制限っていうことなので、それもちょっとほら気になるじゃないですか。一応ですね、注意書きに書いてあったので、大容量のダウンロードをした場合は制限するみたいなことは書いてありましたけど、どのくらいで制限されるのかがちょっとわからないので、何とも言えませんね。ネットで検索もかけてみたんですけど、俺と同じで1日その YouTube を見てたけど、
その後も特に問題なかったですよっていうのしかありませんでした。これはこれで当たりなのかもしれませんね。ということでですね、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。